はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。11時半をちょいと回りました。1月は26日の金曜日でございます。日経平均は今日は下げてますね。401円安で全場引けました。ドル円は 147.59。 若干円高ですかね。香港動きなしですね。プラス15と16,227と原油ね、高いですね。 77.03。ビットコインね、ここのとこちょっと軟調でして、それまあそれでも日本円で593万7000円かなりますね。ドルウォン、まあ最近この辺でうにゃうにゃしてますね。1334ですか。はい、はい、ということでございまして、本題はですね、フォーブスジャパンに今日出た記事ですね。ミルトン・エズラティかな、読みもちょっと分かりませんけど、先行き不透明感増す中国、大恐慌時の米国に告知という原稿でございまして、このミルトンさん、あの中国に厳しい記事をよくお書きになってますちょっと読みましょう。中国経済は多くの問題を抱えており、そのうちのいくつかは1930年代に大恐慌から脱却を図る米国に立ちはだかったものと似てきている。確かに中国は米国のような株価暴落を経験していない。それは異なる点だ昔の米国と共通しているのは経済の仕組みや未来に対する信頼感の喪失だ。米国は株価暴落によって信頼感を失った。中国の問題は習近平国家主席の政策にある。決して前途有望ではないということでですね、昔のね、大恐慌時の米国というのはですね、まあ、1928年やったかな、暗黒の月曜日やったかな、木曜日やったかな、暗黒の金曜日やったかな、なんかそんなで株価がドーンと暴落してからですね、まあその直後はなんとか回復するんですけども、1930年代ってもうあのアメリカだけではなくね、日本も恐慌に入ってしまいましたね。でその今のその時のアメリカがどうなのかというのがですね、よう分かりませんし、その今の中国と似ているというのもですね、私にはよく分からないんですけど、そのミルトン先生がお書きになっているのはですね、銀行融資が減少しているということをお書きになっています。銀行融資が減少しているということは、人々がですね、未来に対してあまり希望を持っていないということですね。利益を得る見込みがほとんどないと捉えていることだと。借金するリスクに見合うほど事態を好転するとは思っていないということで、でしかもですね、消費者信頼感指数が最高値から 10% 低下と。この信頼感の欠如、つまり借り入れや支出に対する警戒心は、米国が大恐慌時に直面した問題とよく似ている。ああ、そうなんですか。偉大な A、イギリスですね、経済学者ジョン・メイナード・ケインズは当時の問題の本質を説明した。米政府の景気刺激策や連邦準備制度理事会の十分な資金供給は経済を動かすことができるのは消費者や企業が将来に十分な信頼を寄せている場合であると。そうでなければですね、信頼がなければ景気刺激はすぐに自然消滅し、景気刺激った政府が支出を増やすことですね。経済は一時的に回復してもまた低成長か衰退に逆戻りするだろう。同じことが金融政策にも当てはまる。人民銀行がいくら流動性を供給しても、要は現金を供給して、この前もやってましたね、準備高を 0.5 ポイント下げると。あれでよってですね、普通の銀行はですね、貸し出しを増やせるんですね。まあそれは流動性を増やしたと同じ効果があります。信頼感がなければ企業や消費者は利用しないと。ケインズはこれを流動性の罠と言ったと。このですね、100年前の経済学者であるですね、
ケインズさんの理論がですね、未だに有効というのはですね、まあある意味素晴らしいんですけども、別の捉え方をするとですね、その100年間であんまり経済学は進歩しなかったということなんですね。中国における問題の大半は株価の暴落ではなく習近平の政策である。習近平は経済の混乱につながった4つの大きな決定を下した。まず2019年から20年にかけて、長年展開してきた住宅不動産開発への支援を突然やめた。これはですね、2020年やったかなの8月に3つのレッド、4つのレッドラインかななんかを示してですね、まあ要は言うてみりゃ不動産屋に金貸すなというわけですね。でそれが1番目の誤りと。で2番目の誤り、2つ目の誤ちは次々と起こる経済問題にせいぜいなまるぬるい対応しかしなかったことだと。いろんな問題が起こるんですけど、本当にね、小手先でですね、命令を出してみたりですね、ああせいこうせいと言うてみたりということで、あんまり意味がないです。3つ目はゼロコロナ政策。まあこれはですね、別に必要なかったのにですね、1年半以上長くロックダウンと隔離のもとに置かれたということですね。で、まあこれによって経済が抑制されてですね、将来に希望を 見出せなくなったわけですね。何よりもこのような主張が中国の事業主らに将来への不安を抱かせた。それはその習近平のですね、民間企業への圧迫です。それがですね、いわゆる共産党の計画に従いという主張ですね。それが中国の事業主らに将来への不安を抱かせた。雇用や事業拡大に投資することを躊躇させたと。これが4番目でしょうかね、過ち。最後こんな感じです。1930年代に米国が強行した大恐慌の根本的な原因とこうした類似点があるものの、中国に大恐慌が起こると予測するのは大胆すぎるだろうというか、今現にかなり悪い状態だと私は思ってますけどね。だが今後しばらくの間中国経済を停滞させる状況が続くという予想は大胆すぎるものではない。習近平とその取り巻きらが中国の人々と企業が信頼感を取り戻せるような政策転換の必要性に目覚めなければ、特にそうだと。しばらくは停滞するだろうと。習近平が政策を変えない限りと。そのような政策転換は絶望的かもしれないが、いずれにせよ必要とされているということで終わってますね、この原稿は。1ページ目は貼っときますね、これね。別にこう、新しい何かがあるわけではないんですけど、まあその通りという感じですね。結局ね、習近平なんですよ。バブルが崩壊したというのもあるんですけどね、そこで習近平がですね、素早くですね、このそれに対応して、政府あるいは共産党がですね、主導してですね、この事態を打開しようというような感じには全然見受けられないですよ。困るやつは困ったらええねと、今までボロ儲けしていたやつが、資産を吐き出したらええねみたいなですね、そんな感じに見えますね。そうしている限りにおいてですね、この停滞は続くだろうと、このミルトン先生はですね、おっしゃってるわけですね。今のところですね、この脱却できる見込みはありません。あとアメリカの大恐慌時と似ているといえば似ているのかもしれませんが、私から見たらですね、日本の1990年代のですね、平成バブルの後始末でもがき苦しんでいた時となんか、まあ構造的には似ているかなと。つまり大量の不良債権をですね、こう何とかしないことにはですね、みんなが希望を見出せないわけですね。この先どうなるんやろうというふうにみんな思ってるわけですよ。どん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 雇用も失われていってですね、ちょうどその1990年代にですね、正規雇用が減っていったというイメージがありますね。労働者派遣法なんかができてですね、でですね、10年間もがき苦しい、10年以上かな、15、6年もがき苦しんでたようなイメージがありますけどね。その間もう氷河期なんていう時代もありましたね。就職氷河期っていうのは、中国はそれを考えればですね、今その始まってですね、1,2,3,4 年目という感じですね。2021年から始まったと私はこう見なしています。で今4年目でですね、まだ全くですね、
ピークにも達していないかなと。この先どんどんこうですね、企業倒産が起こってですね、不況感が深まっていくんちゃうかなというふうに思ってます。まだ上っています、このやばい方にやばい方にとまあ下がってるというかな、底打ちがまた見えないという感じですね。はい、ということでこのフォーブス一応1ページ目を貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。